は疲れピー、ネッキーだよ。はい、本日はね、餃子店に遊びに来ています。なんだかね、今日はパンダさんにね、なんか餃子店に来てくれとのことなので遊びに来たんですけど、なんでしょう、何の用なんでしょうね、ちょっと気になります。ハッピーハロウィーン、ハッピーハロウィーン。あれ、今日は10月30日です。あれ、そうでしたっけ。10月30日です。はい、何でしょう今日は。呼び出したんだけど、お呼び出しをいただいたんですが、はい、ですね、パンダさん、はい、なんと今月予算が200円余りました。200円あれば何ができると思いますか。え、200円ですか。はい、自動販売機のジュース1本。ほら、2人いるじゃん、2人で2って考えて。手を見にですか、1回ずつ。それもできるね。じゃあ100円あげる。ありがとうございます。いただきました、100円玉。というわけで今日は、はい、私200円あるので、あれをやってみたいと思いついてしまったんです。あれですか。あれです。何ですか。あれって何ですか。これ10円キャッチャー。おー、10円キャッチャーってさ、はい、テーブルが引っ込んだり出てきたりしてるじゃないですか。これのどっちの時にこう作ったやつを落とした方が取れるのかって気になったことありません。いつもね、結局迷っちゃうんですよね。でしょ、はい。まあ、その浮かれてる状況とかにもよると思うんだけど、どっちの方が取れるのかっていうのを、テーブルが前に出てきた時に落とす人限定、引っ込んだ時に落とす人限定に分かれて、10回ずつどっちが多く取れるのかをやってみたいな。ちょっと気になります、それは。今日は検証の回です。はい、じゃあ落とす方なので、引っ込んでる方で。引っ込んだ時に、落とす人、はい。じゃあ俺は出てきた時に作ったのを落とす。でこの台で10回ずつ100円分どっちが多く取れるのかっていう検証をやっていきたいと思います。やっていくぞ。おー、じゃあ早速100円玉両替していきます。10円玉入れられます。よいしょ、100円玉ゴー。おー、いっぱい取れた。で、これを全部こうか。もう最初からもう全部ぶっ込んでいきます。はい、平成30年の100円了解します。やった、お金持ち、お金持ちになりました。10枚です。じゃあこれで10円キャッチやっていきます。じゃあいきます。10円、1回目、投入ちゃん。おー、あそこの引っ込んだところはこっちに来てから。ほい、おー、来た来た。で、あらあらあら。残念、2投目いきます。ほい、引っ込んだ時にね、楽しみます。てい、あ、滑り落ちちゃった。はい、じゃあ10円10枚やっていきたいと思います。パンダさんはこのテーブルが出てきた時に落とす人。はい、じゃあ最初のディスプレイです。もうね、いっぱいあるからね、気にせずね、作っていきたいと思います。あ、お、出た時に落とす、出た時に落とす。まあ、最初はこんなもんですよ。上に溜めてって感じですよ。はい、じゃあ20円目。はい。あ、ちょっと早かったかな。おー、さっきよりいっぱい取った。お、なんか早速落ちてますよ。あ、横に落ちちゃった。はい、じゃあ30円目いきまーす。これチョコレート？違う、グミって書いてある。ベアーグミ、クマのグミですね。お、いっぱい取れたかな。やっていきます。あ、落としたバウンドで横に落ちちゃった。3投目。はい、
かなかなか狙いにくいですね、これ。ここだ。あー、はい、じゃあ4投目。よし、で、引っ込むの待ってからこんな感じ。お、早速いくつかゲット、いけましょう。よいしょよいしょ、ここ。お、やば、あ、いっぱいでもない。ここ、ぐねぬ、ね。はい、というわけで僕の休憩所にやってきました。取れてました。たくさん取れた。たくさん取れました。なんか歯切れが悪いけど。じゃあ一個とか一緒にやってく。じゃあ、1、2、3、4、5、マジで4つないです。俺絶対負けたと思ってたんだけど。じゃあ、6人、7、8、9、10。嘘でしょ。マジか。いや、だいぶ違うんですけど。俺絶対負けたと思ってた。僕の方って引っ込んだ時に入れるじゃないですか。上に乗ってたやつに、引っ込んだやつに弾かれて下に落ちちゃったっていうのがほとんどで。なるほどね。なかなかゲットできなかったんですよ。俺、あのテーブルがこう出てきた時に、はい、落とす人だったじゃない。はい。で、上の段に落ちたもので、それがこう前に出てきて落としたっていうので言うと多分ゼロ。あの、離した時にバウンドとかして、それが前に落ちて、なるほど。そのなんか振動とか動いたのとかで落ちたっていうのがこれ全部。なるほど。果たしてこれは検証動画としてあれなのか、どうなんでしょう。これ成立するのか、皆さんにお任せします。これ個人の腕とかも影響するんじゃないか。まあね、10円キャッチャー、みんなもね、楽しんでもらえる台になってるかと思うんで、みんななりのね、攻略法を見つけてもらって、たくさん取って楽しんでもらえればいいのかなと思います。まあ、俺はこれ今日のおやつにしますけどね。ちょっと泥棒。というわけで、こちらの検証は終わりになります。この動画がいいなと思った方は、高評価ボタンとチャンネル登録してください。あとはコメントなんかも待ってます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。